女優、宮城まり子さん死去。93歳。養護施設。根室木学園運営。日本で初めての死体不自由児の養護施設。根室木学園を運営してきた女優、宮城まり子さん、本名、本目まり子さん、が、21日、悪性リンパ腫のため東京都内の病院で死去した。93歳。自宅は世田谷区上野毛。東京都出身。1955年に、ガード下の靴磨きで歌手デビューした。その後、ミュージカル女優などとしても活躍し、テレビドラマ、てんてん娘や映画、オンボロ人生で地位を築いた。脳性麻痺の子の役を演じたことなどから、障害児教育への関心を高め、68年に私財を投じて、根室木学園を静岡県浜岡町に開いた。74年、障害のある子供たちとの日々を描いた記録映画、根室木の歌を制作、監督して反響を呼んだ。97年、施設を、同県、掛川市に移すとともに、根室木村を開設。美術館などを併設して独自の障害児教育に取り組むとともに、全国各地で絵画展やコンサートを開いて障害者への理解を訴えてきた。94年、7月に死去した作家の吉行淳之介氏とは、伴侶として、約、40年間を過ごし、99年には、園内に吉行淳之介文学館も開設した。2012年に瑞宝章綬章を受章。上皇ご夫妻とも交流があり、18年、11月には、ご夫妻が私的旅行として、根室木学園を訪れるなどした。学園をめぐっては、11年、2月、関連団体の元職員らが、宮城さんから運営資金約、1500万円を騙し取ったとして警視庁に詐欺容疑で逮捕される事件も起きた。